こんにちはったらこんにちは、いずもです。今回は大人の自由研究ということで、ソーラーパネルの謎に迫ってみました。ソーラーパネルは太陽光で発電します。太陽光を電力に変えているので、発電した電力分、受け取ったエネルギーをどこかに移動させているわけです。そしたら、その分は温度が下がるはずだよなと思ったので実験してみました。で、実験の構成がこんな感じです。ソーラーパネルに電子負荷をつないでいます。太陽光を当てながら電子負荷で消費する電力をオンオフさせて温度の変化を確認します。温度の測定には非接触温度計を使います。で、電子負荷なんですけど、よいしょ、これ Amazon で買いました。ほとんどこの実験のためだけに買いました。1500円です。バレたらちょっと怒られそうです。でですね、電子負荷っていうのは測定しながら電力を消費する機材です。電源装置とか電池の能力を測るのに使います。今ですね、乾電池2本をつないで出力電流と電圧の関係を見ているところです。で、電圧は 2V 強、まあ 2.6V ぐらい出てたやつが、出力電流を増やすにつれてだんだん出力が下がっています。そろそろ1アンペアになりました。はい、1アンペアになったところで、2.4 ボルトぐらい弱ぐらいでしたね。はい、結構頑張るものだと思いました。で、電子負荷っていうのはだいたいこういう機械になります。では、この電子負荷とソーラーパネルを使って実験してみましょう。で、実験開始時のまず温度を測ります。外はすごくいい天気です。で、最初の状態では 35.9 度でした。ちょっと光が当たって分かりにくいですね。で、電子負荷をオフにしたまんま、10分間待ちました。はい、温度は64度まで上がっています。もうちょっと待ってみますかね。あと2分。66.2 度だったみたいです。もうちょっと上がってるみたいですね。もう少し待ってみましょう。66度です。大体飽和したみたいですね。これ以上は温度は上がらないようです。では、ここで、電子負荷をオンにして電流を引いてみます。大体ですね、ソーラーパネルの出力電圧が 4V ぐらいになるように電流をだんだん増やしていきました。で、420mAぐらい取ることができたので、1.6W ぐらい電子負荷で電流を流しています。これで様子を見てみましょう。で、3分経ちました。はい、60度ですね。さっき66度だったので、6度下がりました。さらに5分後です。58.8 度。もうちょっと下がってるみたいですね。もうしばらく待ってみましょう。さらに4分後です。57.9 度。まあまた58度近くなので、だいたい下げ止まったのかなと思います。で、発電前は66度が58度になりました。
で、1.6 ワット分の光エネルギーがですね、外に出されて、ソーラーパネルの温度がその分下がったのかなと思います。はい。というわけで、電子負荷とソーラーパネルを使って、発電した電力分、ソーラーパネルの温度が下がるのか、という実験をしてみました。確かに下がりましたね。ちょっとスッキリしました。こうやって実際に実験で確認するのは、まあ結構大事なことかなと思ってます。さてこの動画、面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。